俺はシャナ王のことを守ると決めているが、それは主従を結んでいるからじゃない。俺はいつだってお前の味方だ。父上が義朝様の忠実な部下だったように、俺もお前に忠誠を誓うと決めている。俺に寄りかかってもいいからな。平家の子である前に、武人として、俺として、お前と勝負がしたい。俺はこのままでいるつもりはないからな。それだけは覚えておけ。そのまま動くな。もういいぞ。貴様らは武蔵坊弁慶の名を聞いたことがあるか。俺とお前のどちらが先に弁慶を捕らえられるか勝負と行こうではないか。千本まで、あとわずか。それでも拙者はどんなことがあってもあなたをお守りいたす。主である殿に必要とされる。家来にとってそれ以上の喜びはございませぬゆえ。殿には心残りがあるのですか。源氏の忘れがたみと立ち回った末に取り逃がすなど、面目が立たぬでは収まらぬわ。父上、お気持ちはわかりました。しかし、シャナ王を殺してしまうのも早計かと。ここはこの友盛にお任せくださいませんか。そこまで断言されてしまうと、逆に見たくてたまらなくなる。連れて帰ってそばに置きながら、ゆっくりその気になるのを待つとしようか。そなたを捕まえただけ。そうされたいと思っていたから。すごい、とうとう源氏が立ち上がる時が来たんだね。頼朝様、もちろん挙兵するんでしょ。かもしれんな。シャナオ、お前の天命は私と共に、決して忘れる。将の下働く者であれば求めて当然のものである。お前がシャナオ、近くに寄るがいい。